オスカル・ネドバルは、チェコスロバキアの作曲家、指揮者。南部ボヘミアのことターボルにおいて、ドイツ語を母語とする、チェコ人の家庭に生まれる。1891年より1906年まで、ボヘミア弦楽四重相談の創立メンバーとして、ビオラを担当。1896年から1906年まで10年間に、わたって、チェコフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を務める。 1906年にウィーンに行き、ウィーン・トーン・キュンストラー管弦楽団を創立、1919年まで同楽団の指揮者を務める。作曲家としての活躍もこの頃に遡る。チェコスロバキア建国語に帰国し、主にスロバキアの主婦、ブラチスラバで活躍した。1930年のクリスマスイブにザグレブにおいて飛び降り自殺した。 多額の債務を抱えた末の死であった。作曲をドボルザークに指示し、その熱烈な崇拝者ではあったものの、民族主義よりはウィーン学派の伝統に忠実であった。例えば気楽局の場合、チェロとピアノのためのロマンティックな組曲作品18において、キラキラ母子編奏曲の主題を巧みに挿入し、モーツァルトに敬意を払っている。 バレエ音楽などの舞台音楽の作曲にも活躍し、中でも1913年のオペレッタ、ポーランド気室は、1926年までウィーンにおいて3000回もの上演が行われた。この他に、室内楽曲や還元楽曲、声楽曲がある。ありがとうございます。